どうもこんにちは、マツランチャンネルです。今日はですね、タイトルにある通り、ランナーの栄養学という話をしていきたいなというふうに思っております。実はこの栄養学なんですけど、このマツランチャンネルを見てくださっている、方からやっていただけませんかという要望があって、この度ちょっとやっていこうかなというふうに思っております。で、実はまあ、私の、マツランのホームページのプロフィールとかにも載ってるんですけど、私はマツランで、まあ、ランニングトレーナーをやってるんですが、まあ、それと合わせて、フードアドバイザーというものもやっております。で、まあ、フード系の、まあ、資格ですとか、まあ、栄養の系の資格を、まあ、いくつか持ってるんですけど、まあ、そういったいろんな、全体が勉強した中で、まあ、そこからちょっとランニングにね、使えるような内容をバーってちょっと自分の中で精査して、まあ、ランナーのための栄養っていうのを、まあ、ランニングスクールとかでもね、お話しさせていただいてるんですけど、まあ、そういった内容を、この動画で、今後配信していこうかなというふうに思っております。で、なんで私がその、ランナーのための栄養っていう話をしてるかというと、皆さんが思ってる以上に、やっぱその食事とか、食べる内容もそうですけど、摂取するタイミングとかね、すごい重要で、思ってる以上にね、重要だと思うんですよ。もちろん、食べたものが、私たちのこの体になっているわけで、まあ、それ以外で体を作られることってやっぱないんでね、トレーニングと同じぐらい、重要で、まあ、トレーニング、食事、休養、まあ、重要なのが多分この3つだと思うんですけど、まあ、私が皆さんに言ってるのは、このバランスが、4対3対3だ、トレーニング4、食事が3、休養が3なので、まあ、ほとんどトレーニングにと同じぐらい重要なんだよってことをね、皆さんに伝えております。結構話をしてるとね、トレーニングやっぱ8とか9とかいう方が結構いるんですけど、まあ、トレーニングした後しっかり適切なタイミングで適切なものを摂取するだけでも結構体が変わってくるんでね、ちょっとそういった話を、していこうかなというふうに思っております。で、ちょっと今回初回なので先に言っとこうかなというふうに思ってるんですが、私が皆さんにお伝えさせていただいているその栄養学っていうのは、こうなんかカロリーをね、一個一個こう計算して自分の一日の消費カロリーとこう照らし合わせながら摂取するっていうようなのではないです、決して。で、確かにね、それができるのは確かに理想っちゃ理想です。そうすれば体重のコントロールもできますし、栄養の偏りもやっぱなくなるので、まあ、それができるに越したことはないです。ストイックな方はやってください。ぜひ。ただ、僕が皆さんに言ってるのって、やっぱそのマラソントレーニングもそうですけど、まあ、1ヶ月か2ヶ月で簡単に強くなるわけじゃないじゃないですか。マラソンで言うと、まあ、半年間練習やったりとか、そういった意味があるので、栄養も一緒で、長いスパン、しっかり、長く続けましょうねっていうところがスタンスなので、もうそういうカロリーの計算とかバーってしちゃうと、やっぱ、なかなか長続きしないと思うんですよ。最初の1ヶ月は良くても、次続かなかったりとか。そうするとね、結局意味がないので、長く、やれるような、アドバイスをさせていただいております。で、まあそういった話をこうシリーズ化してね、ちょっとずつちょっとずつ続けていきたいなというふうに思うんですけど、なんせちょっと栄養学の話になると僕話がちょっと止まらなくなっちゃうので、一本の動画が長くならないようにね、できるだけちょっと刻んで、シリーズで撮っていきたいなというふうに思います。で、まあ、今日、初回なので、皆さんでも、真似できるというか、皆さんでも簡単にできるような、かつ、かなり効果があるような、内容を一つお話しさせていただきたいなというふうに思います。で、まあ、今日のテーマとしては、回復っていう話を、させていただきたいなというふうに思います。
で、まあ、マラソンランナーで、まあ、重要なのっていうのは、僕が思うに、まあ、その継続的な練習、継続的に、質の高いトレーニングを積んでいくっていうことがすごく重要だと思うんですよね。で、継続的に質の高いトレーニングをやっていくにはどうすればいいかっていうと、できるだけ日々のトレーニングの後の疲労を毎日抜いて、疲労がたまらずにトレーニングやる、まあ、そうすることによってね、怪我のリスクも下げられますし、質の高いトレーニングが、やれると思うので、それが僕は重要だと思っております。で、まあ、いかにその疲労をためずに、日々やっていくのはどうすればいいのかっていうと、トレーニング後の、栄養の摂取っていうのが重要になってます。で、一般的によく言われてるのって、まあ、トレーニングし終えた後を、まあ、2時間以内に食事をとりましょうっていうのを、皆さんも多分聞いたことあると思うんですけど、2時間じゃねちょっと遅いっていうのが、僕の持論です。で、まあ、ちょっと遅いっていうか、ちょっと細かく言うと、まあ、食事に関しては2時間以内でもまあいいんですよ。まあ、走ってトレーニング、ペーランとかインターバルとかやった後すぐね、こう肉を食うとか炭水化物取るっていうの結構難しいと思うんで、まあ、食事はね、2時間以内に摂取すればいいと思うんですけど、まずトレーニングが終わった後、すぐにでも、その、枯渇、クリコーゲンが、枯渇してる時に、できるだけ早いタイミングで、糖質、タンパク質、ビタミン、これを摂取してほしいんですよ。で、早ければ早いほどいいです。遅くても、30分、20分以内。なので、トレーニングをして、クールダウンをする前に、摂取してほしいんですよ。で、そんな時に、じゃあ何が摂取できるかっていうと、まあ、皆さん、想像つくのはやっぱプロテインとかね、っていうのを摂取してる人がやっぱ多いと思うんですけど、プロテインってね、結構、好き嫌いあるじゃないですか。まあ、最近で結構美味しくなってるんでね、飲みやすいと思うんですけど、まあ、トレーニング場所にね、粉のプロテイン持ってって、まあ、牛乳とか、まあ、入れて、水でもいいんですけど、飲むのって、結構ね、難しいなっていう風に思うんですよね。水で飲むとね、僕もたまに水で飲んだりするんですけど、やっぱちょっと美味しく飲めなかったり、まして牛乳だったら美味しく飲めるんですけど、牛乳をトレーニング場に持っていくのってね、なかなかハードル高いじゃないですか。なので、まあ、何が一番いいかなっていうので、おすすめしたいのが、リカバリーゼリーが、僕はすごいいいと思います。今めちゃくちゃ美味しいのも出てますし、ゼリーでしたら、つるって飲み込める、水分補給程度で飲み込めるので、一番いいなっていうふうに思ってます。で、今日は、そのおすすめのね、ゼリーをちょっと、紹介したいなというふうに思います。断然のおすすめが1個あります。それがね、これです。ザバスの、リカバリーメーカーゼリー。もうこう書いてありますね。運動後の栄養補給にっていうのが書いてます。これ。もう断然おすすめ。で、これ、おすすめの、まあ、理由いくつかあるんですけど、これね、内容を見てほしいんですよ。ポイントは、もちろんタンパク質、10g ですね。で、もう一つ糖質、まあ、炭水化物、糖質が 30g。で、あとビタミンも必要なので、まあ、ビタミンももちろん入ってますよね。ビタミン入ってます。で、何かっていうと、これね、タンパク質 10g 入ってるんですよ。これがね、めちゃくちゃ多いのと、糖質、30g。これね、糖質と炭水化物3対1っていうバランスがめちゃくちゃいいです。これ。なので、結構おすすめ。で、多分ね、皆さんがね、よく見るのって、これ。これってよく見たことありません？これは森永が出している、ゼリーですね。
で、の、あの、プロテイン版ってことは、まあ、通常の、これエネルギーとかビタミンとかいろいろあるじゃないですか。の、プロテイン版ってことは、まあ、タンパク質に特化してる、やつだと思うんですけど、これを見ると、実はね、見ると、これね、タンパク質が 5g と、糖質、炭水化物、糖質が 17.5g なんですよ。これと比較すると、まあ、要は両方とも倍ぐらい違うんですよ。で、一日成人の、まあ、タンパク質の摂取量って、体重、1キロに当たって、1キロに対して、まあ、1.5g から 2g ぐらいが重要だって言ってるので、なかなかね、タンパク質を普段取るのって結構難しいので、意識的に取らないとやっぱ取れないんですよ。で、その中で、こんだけ倍違うっていうのは、やっぱ結構大きいんですよね。で、値段はね、両方とも一緒ぐらいです。多分200円ぐらい、両方とも。なので、値段ほぼ一緒だと、まあ僕はこれをおすすめ。でね、もう一個これおすすめ理由が、このね、内容を見てほしいんですけど、このね、ここら辺に、マルトデキストリンって書いてあるのわかります？マルトデキストリン。6g。6g ですね。まあ、これ、まあ、糖質 30g の中に、うち、まあ、6g マルトデキストリンが入ってますよっていうことなんですけど、このね、マルトデキストリンって何なのっていうことなんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、胃から腸に、吸収される、まあ、タイミングが早いよってことです。要は、通常の糖質に比べて吸収が早いので、摂取したらすぐエネルギーになりやすいっていうような、まあ、ものです。じゃこれが入ってるのはやっぱ大きいですよね。です。で、もう一個ね、この森永が出してるこのプロテイン系で、もう一個、まあ、ランクが上ってちょっとあれですけど、超プロテインみたいなね、なんかそんな名前のゴールドのね、超プロテインだったかな、ハイパープロテインとかなんか見たそんなのがあるんですけど、それだと、タンパク質が、10g に入ってるんですよ。ただ、値段がちょっと高いんですよ。300いくらぐらいするのかな？結構値段がガッと上がっちゃうんですよ。なので、まあコスパも含めて、おすすめなのがね、これは僕おすすめです。で、これあんま見たことないと思うんですけど、僕はネットで箱買いをして、これをばっかり、飲んでます。結構おすすめ。ですね。で、トレーニング終わったら、まあ、これだって結構持ち運びできるじゃないですか。まあ、リュックに入れるだけで。なので、トレーニング終わった。よくポイント練習、長い距離走とかね、インターバルとかやった後、もうダウンする前に、もう靴を履き替えるぐらい前に、もうこれをチューッと飲む。そうすると、吸収が早いので、グリコーゲンが枯渇した中に、こういったエネルギーをバーッと入れると、回復量がやっぱね、全然違います。次の日の、ダメージが結構違います。すぐに摂取してあげることによって、結構ね、体が喜んでくれるんですよ。で、これ、どう例えればいいかなって考えたとき、皆さん、ドラゴンボールわかります？ドラゴンボール、孫悟空とか孫悟飯の、ドラゴンボールの、サイヤ人って、瀕死の状態になって、そのタイミングから、回復するとめちゃくちゃ強くなるって知ってます？なんかいろんな、孫悟空とかこうヘロヘロになって、こうセンズとか食べると、もう 1.5 倍パワーアップするみたいな。知ってます？僕結構ドラゴンボール好きで、よく見てるんですけど、人も結構一緒で、体がね、もうカツカツ、こう、硬化していった時に、エネルギーをやってくれると、もう体がほんと喜んで、1.5倍、もう超回復みたいな感じですよ。要はもうバーンって強くなるので、できるだけすぐに摂取してあげることをお勧めします。長い間ほっとくと体もね、この体って全然栄養くれないなーみたいな感じで、こうやる気が出ないんですよ。もうだから強くなる必要ないなーっていう風に感じで思っちゃうんで、しっかりもう体を使い切ってエネルギーを上げると、あ、この体って使い切ったらすぐエネルギー切れるから最高ってので、どんどん強くなって、体がパワーアップしていくんですよね。なので、そういった意味を含めて、トレーニング後すぐに、こういったものを摂取することを おすすめします。
まあ、こういったゼリーとかだとね、結構すぐに摂取できると思いますし、これ1個値段200円なんで、まあ、毎日飲むと結構価格的にもかかっちゃうんで、例えばポイント練習、ちょっと今日きつめの練習したなとか、まあ、ジョギングと分けてね、ジョギング、距離走、インターバルみたいな感じで練習やってる方だったら、まあ、距離走とインターバルって、まあ、強度の高い練習じゃないですか。なのでその時に飲むっていうような感じにすれば、まあ、週に1回か2回、月に、まあ、何本だろう、6本から8本ぐらいだったら、まあ、数千円で済むんでね、こういった細かいことを継続するだけでも全然違うので、疲労のたまり方、僕もこれを始めてからね、次の日の疲労のたまり方ってやっぱ全然違かったので、ぜひぜひ試してください。まあ、フルマラソン、マラソンランナーはね、やっぱ疲労との戦いだと思いますね。ぜひ試してみてください。よかったら。